はい、ということで、3年ぶりの開催となりそうな感じがするんですけどね。第31回よさこい空祭りということでね。2019年で、時が止まっていったということなんですけど、2021年、まさかのね、中止となりまして、これ、高知とかもね、あれ見ていくと、史上初の中止がね、あって、そこからなんですよ。で、去年ね、この動画でも言った通り、大阪城公園で行われていた、神山祭り、これがやってたんですよ。これ結構西日本でかなりの大きさを誇る、規模を誇るあれなんですけど、これがやったってことはね、一ついい例だったっていうところもありまして、実証実験でね、一つの会場に、有観客で、やるっていうのが、今年と、そして去年、試されまして、それがなんか北海道元気祭りっていう名前で開催されてたらしいですね。で、それで、実証実験の結果、見事成功ということで、今年の2022年第31回大会に、こぎつけたというわけですね。通常ですとですね、札幌市内いろんな会場をですね、やってたわけですけど、今回は、大通会場を中心とした会場に、限られそうだということで、かつてね、あった、バーネルバック会場の白い会場のファクトリー会場ですね、この辺りが、今回はなしということで、また西日本の大通りのストリート会場ですね、ここに行ってみましても、場所とか踊り方というのを作らずにした上で、ロックの場所に移動させた形で、ゲーム会場の、メイン会場として、それが政治構成で、ことをやっていくので、しかし、5日間かかるということで、これが、北海道で行きます。冬は雪まつり、6月はよさこい空まつりとよく言われていまして、初夏のね、動き方が非常に最も気分が大きい、そんな感じです。ほとんど梅雨がないと言われてますので、9月の開催に、できるのは本当に北海道くらいなんですよ。とはいっても、江戸中でですね、それが知られているように、まれにあるんですかね。この中ではですね、雨の中でもこの雪の祭っていうのもね、たまに見られたりします。今年はですね、まだ開催ということなんですけども、現地に行くことは、当日ちょっとできないので、いずれ見る機会があれば行きたいなと思うんですけど、ちなみになんですけど、ここに行ってもらもうすでに見る機会があそうだ。これが確か去年の最初に見たものだと思います。で、その後5回目のこれですね、全部の人が変化したので、切り替わっていったで、この年はですね、2010年というと、ホールで2018年は、2022年に開催することになったわけですね。今年は、どうでしょうかね。2020年の新年最初でね、何やっていくんでしょうか。もし、よさこい空祭りが、これがね、開催が本当に成功したのであれば、他のよさこい祭りは、これは、コロナで、延長とか中止にするという理由はもうできなくなると。これはね、よさこい空祭りがやったのであれば、他のよさこい祭りもね、規模というのは当然、小さいわけですから、これ以上大きいよさこい祭りとなると、本当に高知くらいしか多分ないと思うんですよ。高知といっても、規模は北海道とよさこい祭りと多分ほぼほぼ規模っていうのは一緒だと思うんですよ。なので
で、それが成功したということがね、まあ、今後ね、また会場を増やしていって、対策というのもね、また今後新しく作りやすくなっていくのかなということで、オンラインでの開催というのもね、まあ、昨年実施されたりとかということもありましたけど、今年は、ステージをこうやっての、ね実施ということに、発達を基準で大きな、まあ、功績なんじゃないかなと思います。実行委員会の皆さん、本当にね、疲れ様でございました。今年の、ね、開催で、今月あと2日ということで、まあ、感染対策はちょっと難しいのかもしれませんけれども、まあ、一つはやはりね、すべての席をこう入場席とかにすることにしてですね、まあ、こうするとですね、ある程度席の数を席数というのをこう、予想することができたり、あと入り口とかっていうのもね、制限することができるんですよね。なので、こうすると感染対策はかなりこうバッチリな上で、開催にこぎつけることができるだろうと。これができるのは、そういうドラマ祭とかですね、西日本酒祭りとか、まあ、その辺りに限られてくるわけですね。まあ、会場を絞った上での開催となりそうです。ご視聴ありがとうございました。